にちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、昨日久しぶりに昔よく行った公園に寄ったら、私の好きだったブランコなくなってたんだよ。霊夢、まさかブランコで遊ぼうと思ったわけじゃないよな。え？遊ぶつもりで行ったわけじゃないけど、まあ、久しぶりにブランコ乗ってみようかななんて思ったというかなんというか。はあ。でも、確かに最近は公園の遊具の事情は変わってきてるんだ。そうなんだ、なんか新しいハイテクな遊具が出てきたの？というより、危険だとされた遊具がなくなってきたという感じだな。それは残念。だけど、時々ニュースで事故なんかも聞くもんね。じゃあ、今日は公園から消えた懐かしいけど危険な遊具について話していこう。いいね。それではゆっくりしていってね。多くの危険遊具は、1970年頃に設置されたもので、老朽化や危険事故多発などを理由として、次々に撤去されてるのが現状だ。昭和の学校や公園に普通に設置されていた、あの遊具が、実は危険な遊具だったってことだよね。公園などにある遊具には滑り台やブランコの他にも、ジャングルジムや鉄棒といった比較的高い場所に登る遊具が数多くあるよな。子供って少しでも高いとこ見つけると登りたがるよね。2011年の東京消防庁の集計では遊具で遊んでいて、救急搬送された人は年間620人、5年間で3281人にも上るんだ。しかも、そのうち3から5人に1人の割合で入院を要するような怪我をしている。そんなにいるんだ。かわいそうに、事故の件数は6歳7歳が多いが、10歳に近づくにつれて怪我が重くなっていく傾向もある。最も多い事故は滑り台からの転落で、東京都内だけで5年で702人も救急搬送されている。都内だけでその数だから、全国で考えると滑り台の事故だけでもすごい数になりそうだね。高いところから落ちて怪我をした件数は全体の6割弱を占めているぜ。やっぱり高いところが好きなんだよ。子供は、国土交通省では全国の都市公園の遊具がしっかり安全管理されているかを3年ごとに調査しており、2013年の調査では全国146,096箇所の公園にある463,933基の遊具が対象となった。各遊具の日常点検は平均して月 3.6 回、定期点検は年 1.8 回行われている状態だが、修理か撤去をする必要があったものが 34,701 基と全体の 7.5% もあったんだ。加えて設置されてから20年以上経過している遊具が全体の 47.7% に当たる 221,110 基あり、事故防止のためにも遊具の修理や更新が必要となっているぜ。修理か撤去が必要なものがそんなにあるなんて、大変だね。それじゃあ、具体的にどんな遊具が撤去されているのか見ていこう。まずは回転ジャングルジムだ。ああ、あれね、時々見る気がするけど、今でも公園に設置されていることが多い遊具ではあるな。ゆっくり回しているうちは、のんびりと楽しく遊ぶことができるんだが、無茶して早く回し出すやつが出てくると、一気に修羅場とかしてしまうんだ。いるんだよね。そういうやつが、回転ジャングルジムの中にいるものは気分が悪くなり、回転ジャングルジムの外に捕まっているものは、高速で回転による遠心力で手を離してしまい、地面に全身を打ちつけ怪我をする子供も多くいるだろう。容易に想像できるね。2006年6月、金沢市の児童公園で小学生の児童6人が回転ジャングルジムで遊んでいたところ、鉄製の軸が根本から折れるという事故が起きてしまったんだ。小学生は投げ飛ばされ、頭や足を打つ軽傷を負った。うわ、まさか折れるなんて思わないもんね。その遊具は軸の根本が腐食していたから、回転中に折れてしまったんだ。だから最近は回転部分を外して、固定遊具として再生してる例が増えているぜ。半球タイプの回転ジャングルジムもあったよね。半球タイプの回転ジャングルジムは、球場の回転ジャングルジムの比ではない危険度があるため、ほとんどの公園から姿を消しているぜ。固定したパターンはあるがな。そうなんだ。次は、その名の通り、箱のような形をした遊具の中に座って遊ぶ遊具、箱型ブランコだ。ああ、あったあった。ゆりかごブランコと呼ばれていたほど穏やかそうに見えるこの遊具、過去には事故が発生しているんだ。箱型ブランコって、ブランコの本体の外側から立ちこぎして、金具が外れるかのような勢いで遊んだ思いであるよ。そんな危険な遊び方が多かったため、ブランコに挟まれて大怪我したり、指が切断された等の事故報告が多かった遊具なんだ。え、切断。怖いじゃん。1997年10月に神奈川県内の公園にあった箱ブランコで遊んでいた、当時9歳の女の子が、ブランコに引きずられて転倒し右足を挟まれ骨折した。責任は利用者側か、提供側にあるかで大きな問題になった。難しい問題だね。国土交通省の2001年度の調査によると、全国で約1万3000台の箱ブランコが設置されていたが、
1998年から2000年度の間だけでも287件もの事件が見つかった。しかもこの287件には死亡事故も含まれているんだ。箱型ブランコで死亡事故？群馬県の公園で起きた事故では、ブランコの外から箱ブランコをしていた小学5年生の女児が、ブランコをした弾みに前のめりに倒れてしまった。すると倒れてたところに箱ブランコが振り戻しで帰ってきたんだ。この時、地面に倒れていた女の子の頭部の上に、箱ブランコが乗り上げるような形の事故となった。ブランコの重量は 200kg にも達する重量があったから、重大な障害から死亡に至ったんだ。そうか。箱型だから重たいんだね。楽しく遊んでいただけなのにね。箱ブランコとして使える遊具は2010年にもなると急速に全国から消えたけど、グローブジャングルと同じで、固定遊具として今はベンチに再生しているぜ。動かないなら安心だね。公園の人気者であるブランコも、少しずつ公園から撤去の動きが出ているんだ。私の好きなブランコが、でも確かに、思いっきりブランコを漕いで、その勢いに乗って遠くへ飛び出すといった、今思えば危険なこともやってたな。ブランコは、その構造上、落下する事故が報告されている。しかも、落下したところに、戻ってきたブランコの座面が当たって頭や顔に怪我をする危険もあるからな。それに、ブランコの周囲で遊んでいたり、走っている時に勢いのついたブランコにぶつかって怪我をするってこともよくあるよね。動きのある遊具は、公園から全体的に撤去していくのが行政の方針となっているようだな。寂しいけど、仕方ないのかな。最初にも少し話したけど、滑り台は、消費者庁によると、2010年から2016年の6年間の間だけでも、全国で1500件以上もの負傷した事故があったと情報が寄せられたんだ。滑り台は大体の公園にある定番遊具だけどね。2015年3月、上の子のお迎えについてきていた女児が、滑り台の一番上に登って遊んでいた。親が上の子に気を取られていたところ、落下音がしたので見てみると、女児が滑り台から転落していた。頭部打撲と顔面にも出血があり、約1週間の入院となった。あらららら。2013年6月には、滑り台の滑走面を登るように逆行していた男児が、上から滑り降りてきた別の子供と接触し、約3メートルの高さから地面に転落した。頭蓋骨骨折という重傷を負っている。確かに滑り台って高さがあるから、落ちたら重傷を負ってしまうよね。過去には滑り台による死亡事故も4件あった。2010年9月、滑り台で女児が遊んでいたところ、手すりの突っ張り部分にポンチョが引っかかって、首が締め付けられる事故が起こった。洋服が引っかかってしまったんだ。このケースは実は多い。遊具に引っかからないように、フードがついた服などは着ていかないようにするのがいいな。あと、滑り台にも種類があって、ローラータイプの滑り台も見たことあると思う。あるある。長いやつが近所にあったな。こちらも通常の滑り台と同様に怪我や事故も起こっているが、2020年2月には神奈川県内の公園のローラー滑り台に刃物が置かれ、滑り台の中ほどには犬の糞が塗り付けられているという悪質ないたずらもあったんだ。何それ、子供たちが遊ぶところでそんなことして、腹立つ。次は運転だ。運転得意だったよ。2002年9月、小学1年生の男児が石川県内にある公園の運転に上から登って進んでいたところ、鉄パイプと鉄パイプの隙間に足から転落して首が挟まれて動けなくなった事故があった。覚えてる。この時問題になったのが、この児童はランドセルを背負ったまま遊んでいたということだったよね。後ろ側のパイプにランドセルが引っかかり、前側のパイプに本人の首が引っかかり、首で自分の体重を支える状態になり窒息。近くの住民が発見して児童は病院に運ばれたが、亡くなってしまった。ランドセルのまま遊んだらいけないって全国の小学校で注意喚起されたよね。しかし、15年経った頃の2017年に、またしても似たような事故が大阪で起こってしまったんだ。大阪府内の公園で小学生2人がランドセルを背負ったまま複合遊具で遊んでいたところ、ランドセルと首が鉄製パイプに引っかかり、宙吊りになり、首が圧迫された状態になった。約2ヶ月後にその児童は亡くなってしまった。そうだったね。やっぱりそういった危険があることを考えて遊具を設置しないといけないよね。次は昭和の時代には全国各地の小学校にあったと言われているポピュラーな遊具の一つ回旋塔だ。輪っかになっている部分に子供たちが捕まって、回りながら足を浮かすとグワングワン回る遊具だ。それは知らないかも。最大で6人が同時に遊べる。子供たちの体重と勢いも相まって遠心力でものすごく回ることは想像できるだろう。助走をつけて全力で回す子がたくさんいた。かといって、止めたいと思ってうっかり手を離したら、遠くまで飛んでいって地面に叩きつけられる可能性がある。スリル満点の回転遊具だったぜ。へぇ、回転ジャングルジムと似た危険がありそうだよ。
高速回転による遠心力で、ぶら下がっている子供は握力の限界に挑戦したりしたぜ。危ないよ。昭和37年10月に北海道で中学1年生の女子生徒が女子生徒4人と海鮮島で遊んでいたところ、事故が起こった例があるぜ。その事故では、女子生徒が、突然柱が根元から折れて倒れてきたことによって頭を強く打ち、頭蓋底骨折で間もなく死亡してしまったんだ。老朽化が原因？そうだ。一緒にぶら下がっていた4人は無事だった。一緒に遊んでいた子たちもショックだよね。老朽化が原因なのは対応してれば違ったのにっていう風に思ってしまうよ。その後も2009年には新潟県内の公園で6歳の児童が海鮮島で遊んでいたところ、指を切断する事故があった。このような事故が何度も起こったことから、学校や公園から徐々に海鮮島が消えていったぜ。しょうがないね。今も多くの公園でシーソーは設置されていると思う。でも最近では、シーソーも危険な遊具と言われているぜ。そうなんだ。実は、地面とシーソーの間に足を挟んでしまい、足を骨折するなどの事故の報告が上がっている。そのため、シーソーが地面につかないタイプのスプリン式シーソーなどへ置き換わってきているんだ。それなら挟まれる心配なさそうだね。あ、昔、ぶら下がりシーソーってなかった？あったな。あれも使用中、下に傾いた方の子供が手を離してしまうと、上に上がった方にいた子が急に落ちてしまい、骨折するなどの事故が報告されている。だから、現在設置されている多くのぶら下がりシーソーは対策が行われ、急な落下が起こらないようになっているぜ。よかった。次は誘導演目だ。見た目は地味だが、子供たちが思いっきり漕いだら、めちゃくちゃな触れ方をしてスリル満点の遊具なんだ。いまいちわからないけど、記憶の片隅にあるような、ないような。大人数が一度に乗れるため、一度の事故で被害者が複数発生することでも有名なんだ。シーソーに似ているね。シーソーは互いの体重を利用することで上下運動をして遊ぶが、誘導演目は丸太に対して前後垂直に動く。丸太を鉄板に置き換えたものもあって、それも含めて誘導演目と呼ばれていた。へぇ。1970年代初期までは、こういった誘導演目のような丸太タイプのブランコは、様々な様式のものがあった。この遊具の中には、ハンドルがついた前後に大きく揺すってブランコのように乗って楽しむものもあり、その場合は大人数でシーソーのようにまたがって揺すって遊ぶものだったんだ。楽しそう。ただこの遊び方は本来想定された遊び方とは少し異なる場合もあって、動いてる最中の丸太と地面との距離は絶えず変化する。1913年には徳島県内の小学校で、校庭にあったこの遊具で遊んでいた。当時11歳の男子児童が、老朽化によって倒壊した遊具から身を投げ飛ばされる事故があった。また老朽化。左前額部に2箇所の裂傷を負ったことで大量出血し、後に死亡している。この事故について学校側に管理責任が問われたが、当時は遊具の事故による賠償制度が確立されていなかった。でもこの時の凄惨な事故状況から、耐震員は3年後の1916年6月1日に、市側の過失を認めて国家無投責の法理を限定して、民法第717条を適用して賠償責任を負うべきとしたんだ。そして、しっかり管理してもらわないと。これを機に、遊具全体の管理が徹底されることになった。老朽化した危ない遊具は、この頃からしっかりメンテナンスされるようになったんだ。やっと管理され出したんだね。ただ、誘導演目はまだ存在していた。凄惨な事故があってから80年以上経った2002年5月、愛知県内の保育園に設置されていた。鉄板を用いた誘導演目に乗って遊んでいた当時4歳の男児が転落する事故がまたしても起こってしまった。地面と鉄板の間に体を挟まれて、骨を折るなどの全治2ヶ月もの重傷を負った。翌年の2003年9月には市側と両親の間で180万にて和解が成立したが、この遊具は危険であると判断されて、この保育園からは撤去されることになったようだ。骨を折るってよっぽどだもんね。あちこちでも怪我をする子供がいたことと、誘導演目は風雨にさらされることから、十数年に一度は交換する必要があったので、これを機に徐々に全国から撤退していったんだ。管理が大変な遊具も考えものだね。2000年代初めから危険遊具を撤去する自治体が次第に増えてきた。老朽化した遊具を撤去し、新たな遊具を設置する際、自治体や行政は事故のリスクのある、動く遊具の設置をためらうことが多い状況にあるな。寂しいけど、多くの子供たちが遊具による事故で怪我を経験してきたことは確かに事実だもんね。とにかく遊具での痛ましい事故は絶対避けたいものだよな。遊具で遊ぶのは楽しいし、体を使って思いっきりエネルギーを発散してほしいところだけど気をつけないとね。遊具で起きそうな事故を想定し、未然に対策しておくことが大切だな。まずは、フード付きの服、ランドセル、水筒、自転車用のヘルメット、縄跳びなどのロープなど、
引っかかりそうなものは遊具で遊ぶときは身につけない。遊具はどうしても全身運動になるから、スピードがついてしまい、事故に至った場合重大になってしまいかねないよね。普段からお子さんによく言い聞かせ、引っかかりそうなものは体から外すよう教え込もう。引っかかってしまうと、全体重がかかったりしてめちゃくちゃ危険だもんね。そして、遊具の不適切な遊び方をしないよう教えることも大事だよな。ブランコから飛び降りたり、滑り台を逆走したりするなど、事故につながりかねない行為は、普段から絶対してはいけないことを教え込まないとね。ふざけ合っている時に事故に遭うケースが非常に多いから、ダメなことをよく教え込むことが大切だ。6歳以下の幼児はできるだけ親が付き添って遊ばせるようにすることも必要だよね。ああ、6歳以下の事故の件数は多いからな。子供はちょっと目を離した隙に思わぬ行動をとってしまうもんだしな。あとは、老朽化はないか、危険な箇所はないか、普段からチェックしておくのがいいね。もしそうした箇所を発見したなら、自治体などに報告し適切な処置がなされるまでは遊ばせないようにすることだな。自治体も大変だね。私たちがそうであったように、子供たちは時に怪我を経験して成長していくものだ。でも、少しでも問題があれば、クレームとなり行政や自治体が叩かれてしまうご時世では、危険遊具は悪となってしまうのは仕方がないな。現在でも今回紹介した遊具が設置されている公園もあると思うが、ゆくゆくは撤去されて消えていく運命だろう。昔遊んだ思い出の遊具がなくなってしまい、知っている遊具がほとんどない公園ばかりになるのは、少し寂しい気分にはなるけど、子供の命が大切だもんね。現在、安全性を追求した新しい遊具も登場しているから、安心しろ。だが、遊び方によっては事故が起こらないとは限らない。子供たち自身が使い方を守り、安全に気をつけて遊ぶことはもちろんだが、保護者や地域の人、公園管理者などが連携して、子供たちの安全を守っていく必要があるな。想定しうる限りのあらゆる防御策を講じて、お子さんを危険から守りましょう。というわけで今回の動画は以上だぜ。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ボタンをポチッとしてくれたら嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。